県民プレゼンツあいみょんの PM500 夢見たクジラのお腹の中で、この番組は兵庫県の提供でお送りします。キスナーの皆さん、こんにちは。サウンドクルーのあいみょんです。あいみょん弾き語りライブ2022サーチライトイン阪神甲子園球場の前日11月4日まで、毎週この時間は兵庫いい県民プレゼンツあいみょんの PM500 夢見たクジラのお腹の中でをお届けします。この番組では私、あいみょんの本音をぶっちゃけつつ、キスナーの皆さんからの相談ごとや悩みごとにも本音で、ぶつかっていきます。では、早速いただいているメッセージを紹介していきましょう。大阪府豊中市、キスネームエリナ。あいみょんやっほー、キス FM に帰ってきてくれてめちゃめちゃ嬉しいです。PM400 のことを、パンツめり込む、4時。パンツより込み、パンツめり込む4004じゃなくて、まずめり込む430のやつね。そう。当時ね、この、私が、なんか、ギャル語辞典みたいなめっちゃハマってて、そこで PM のことをパンツめり込むって書いてあって、ギャルってパンツめり込むこと PM って言うんやと思って、それでね、決めてんな。全然タイトル決まらへんから。そう。ね。そう、パンツめり込む430と説明していたあいみょんのパワーワードが忘れられません。そして先日公開された強くなっちゃったんだブルーの MV 見ました。同じ動きを反対側でもやるって絶対難しかったと思いますが、何テイクぐらい撮りましたか？他にもバスケやジャンプで飛び降りたりするあいみょんのかっこいい一面も見れてほんまに最高です。嬉しいですね。そう、あのね、強くなっちゃったんだブルーの鏡っぽくやってんねんけど、実はあれは反対側で同じ動きをただ真似してるだけで、何テイクやったかな？結構やったよ。ほんまに結構もうマジで心折れるかなって正直、思いました。なかなか、ね、菅谷さん。そう。でも、まあ、10、取ったか取ってへんかぐらいで、でもあのバスケのドリブルは、一発で決めたかな。なんかああいう真っ暗な場所で撮影することが久々やったんですよ。私大体ロケではちゃめちゃやってるタイプなんで、その前回の双葉とかがね、結構外でわーっとやってる感じやったから、うん、結構時間、今何時やろうってずっと気になってたかも。そう。さあ、もう一枚。岐阜県岐阜市、キスネーム、ミラーナガ。あいみょんこんにちは。あいみょん大好きで毎日あいみょんの曲聴いています。泥団子の天才いたよねのチュッパチャップスの言い方がかっこよくて、雑誌の切り抜きのような少女はチュッパチャップスを加えて気取っているさ。ここだけ何度もリピートして聴いています。いつかライブで聴きたいので、次のツアーのセトリにぜひ入れてください。よろしくお願いします。泥団子ね、全然やってへんもん。恥ずかしいねん。なんか恥ずかしいねん、あの曲。あとちょっとギター難しいね。まあ、弾けんねんけど、全然弾けんねんけど、早口言葉やん。そう、やってないなぁ。いつからやってないかなぁ。もう、東京来てからやってへん気する。6年くらいやってへん。かも。たまーに。でも珍しいと思うんですよ。この曲が好きって、そもそも。川田さんが？お魚大好き川田さんが。大好きやって。魚ってワード一つも出てこないですよ。ほんま。そっかそっか。嬉しいですね。でもこういう昔の曲も好いてくれててのはありがたいです。静岡県浜松市、キスネームしーちゃん。みょんちゃんはマクドのナゲットのソースはバーベキュー派、マスタード派。サーチライト行きます。初めての兵庫楽しみすぎて、まだチケットの応募の段階の時にホテル、チケット応募の段階の時にホテル予約してた。まだチケット当たってへんのに。すごい。みょんちゃんマップを見て、いろいろ回りたいです。そう。あ、その前に、その私がマクド、ソース、バーベキュー派かマスタード派か、バーベキューかな。よく言えば肉欲しいですよね。え？言うたら？え？お金いらへんの？ただ？ただなん？そうやったらマスタードとバーベキュー選ぶ必要ないってこと？肉くださいって言ったら別にくれるだけか。でもちゃうね、ウーバーイーツ選ばれへんねん。そう。ウーバーイーツは、ね、とか言って若者ね、とか言って。選ばれへんねん。ウーバーイーツも選べるようにならへんかな。
そう。好き好き。でも、なんか、バーベキューのソースで食べてるときは、なんかこう、子供の気持ちになって、マスタードつけるとなんか、おっとなーって思わへん？なんなんあれ？むっちゃなんかな、ドヤ顔になっちゃうねんな。バーベキューソース。愛媛県、キスネーム、ジュラ。シャンプー何使ってますか？ずっと気になってるので知りたいです。13歳の女の子。シャンプー？何でもいい？何でもいいんやけど。シャンプーあんまりこだわってない。だから、なんか、それこそ結構こう、ライブとかやった後に、結構お土産じゃないや、こう、差し入れとかで、いろいろこう、ね、いただく中に、こう、たまにこう、シャンプーやったりとか、なんかこう、ハンドソープとか、あるから、それ使ってるかも。うん。あんまりね、そこまで実はこだわりが、なくって、まあ、匂いとかも、なんか、きっと好みの匂いあると思うんですけど、なんか薬局とか行って、ずっとシャンプーの匂い嗅ぐん大変じゃないですか、あれ。今の時代特にマスクしてるから、こうマスクの下から、すすってやるのがなんか大変で、そう。だから、あんまりね、こだわってないから、なんかたまになんかいただいたやつでめっちゃなんかきっと高いのとかあったりともあると思う。うん。でもそのヘアメイクさん、じゃ一つちゃんとおすすめしとくね。ちょっと13歳のガールにはちょっとお高いかもしれへんねんけど、私のヘアメイクさんが使ってる、あの3の、ね、シャンプーはね、いいですよね。香りもいいですしね。ね、そうそう、3のね、シャンプーは、シャンプーとトリートメントはすごくおすすめ。ヘアオイルも。うん。最近はね、メンズも出ましたよね。メンズラインも。なんか、メモってんねんけど、川田さん。あ、使ってください。でもほんまにね、3はめっちゃいいですよ。なんか泡がきめ細かくてね。北海道にお住まいのキスネーム、ともか。あいみょんお帰りなさい。毎週ラジオで会えるのかと思うと嬉しくてたまりません。ありがとうございます。あいみょんの私服はいつもおしゃれで、毎回違う着こなしをされていますが、コーデを決めるときのこだわりありますか？私はその日着る服を決めるのにすごく時間がかかってしまうので、組み合わせ術があればぜひ知りたいです。服ね。そうですね。ツアーがあるじゃないですか。まあ、カメラマンさんも入ってくださっていて、例えば、今回と28本ツアーがあるんですけど、絶対に同じ服着ひんっていうのは決めてます、ね。そういうなんかこだわりはあるから、確かにツアーとかになるとめっちゃこう服を2日ぐらい前から組み合わせたりとかします。あれですよ、今回だけ被らへんじゃなくて、過去のツアーとも被らへんようにしてるから、結構大変なんよ。一回来て捨ててるとかじゃないよ。ないけど、なんかこう、一応こう、やっぱ、カメラマンさんのためにも、その、ためにもって言ったら変やけど、なんかいいんかなと思ってて、絶対被らへんよ。まあ、靴とかはしゃあないけど、してたりとかはしますね。でもなんやろ、組み合わせ術。でもね、私気づいた。なんか私も全然服選ぶんとか大変やしめんどくさいなと思ってんねんけど、なんか同じ色のパンツと同じ色のトップス着てればね、なんかね、ワントーンコーデっていう便利な言葉ができたことによって、ちょっとおしゃれに見えるんですよ。今日の私みたいな。これ、ワントーンコーデにしていこう。したらもうみんな、ね、いい言葉ですよね。そう。ワントーンコーデ。もう一枚。広島県にお住まいのキスネーム、さえちん。みょんちゃん、いつも聞いています。今回のアルバム、一人っ子で私のお気に入りは、姿です。みょんちゃんの優しい声が好きです。そして質問です。今ハマってることは何ですか？嬉しいね、姿。うん、結構レコーディングの時も、アーティストの皆さん、楽器のが、いい曲やねって言いながら、レコーディングしてくださって、嬉しかったなぁ。ともみさんがね、アレンジしてくれて、ありがとうございます。そんで今私がハマっていることは、食べ物やと、酸っぱいマンかな。もうずっと持ってるもん、私。酸っぱいマンを。ほんまに大好きで、酸っぱいマンをね、最近袋が便利になりましてね。知ってます？最新の。最近見てないですか？酸っぱいマン。もう、遅れてる。あのね、昔の酸っぱいマンは、まあ袋に、まあもちろんね、梅干しがバーって入ってるんですけど、最近の酸っぱいマンはね、中に種ポケットがあるんですよ。
ほら、困ったことありませんでした？酸っぱいまま昔食べて。種どこに捨てようかなって。ティッシュで来るんで、でもさ、このティッシュ1枚の、なんか種1個のためにティッシュ使う、もったいないかなとか、思うやん。だって一生口の中で含んでしまうでしょ？そう。エキスまで吸うやん。チューって。最近はね、種ポケットがつきました。これもうほんまに便利で、ありがとうございます、酸っぱいまんさんって。沖縄でね、作ってますからね、酸っぱいまんは。沖縄に工場がありますけども。そう、私酸っぱいまんにめっちゃハマっております。もう一枚いきますね。新潟県にお住まいのキスネームのの。私の地域では方言で冷たいをはっこいというのですが、私は全国共通の言葉やと思っていたので、友達と手を洗っている時に、この水はっこいねと言ったら、はっこいって何って言われてびっくりしました。あいみょんも全国共通やと思っていた言葉が通じなかったことありますか？これはあるよ。あんねんで、関西人でも私何回、最近もあったやんな、私ね。でもこれは結局、それは、あいみょん家だけじゃないってなったんですけど、カチンコチンってわかります？え？さすが、ほら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 、わかりますよね。硬いこと。これか、カチンコチンやん、とか。で、でもあれは？カンチコチンは？あれ？カンチコチンわからないですか？だからこれオリジナルなんかな、うちの。ありますって。これカンチコチンやな、って言うんですよ。簡単やな、のこと。言いません？カンチコチン、悲しみ、嘘。いや、これうちのオリジナルですわ。なんか、やっぱありますよね。押しピンが通じひんとかね。押しピンは通じひんですよ。あっちやと。とかやっぱ、直すとかね。うん、しまうことを直すって言うたりとか、ほかすって言ったりとかも、なんかこう、要所要所生活で、たまに出るこの、強めの関西弁の時に、強めの関西弁が通じへん時、ありますね。でもまあ、二つ言葉をね、方言を持ってるっていうのはめちゃめちゃええことやな。はっこいは初めて聞いたけどね。ありがとうございます。じゃあ最後にもう一枚読みたいと思います。兵庫県尼崎市にお住まいのキスネームリッコ。あいみょんに質問。おすすめのご飯の音も知りたいです。ということですね。私のね、最近のおすすめのね、ご飯のお供は、もうこれ最近いろんなとこで言っちゃってるから、正直ね、教えたくないのよ。やめようかな。買えへんくなんねんもん、自分でも。じゃ、ほんまに買えんくなってん、私。びっくりした。なんか、意識してなかった、そういうことを。テレビでね、M ステでね、なんか、この夏にハマった食べ物ありますかっていうのがあったんで、それぞれアーティストの方紹介されていて、で、私が愛媛、ツアーで、前回のアリーナツアーで、愛媛に行った時に、空港で買った、鬼大葉のりっていう、海苔の佃煮瓶に入った、が、めっちゃ美味しくって、ほかほかのご飯に乗せても美味しいし、あと納豆に入れても美味しかったんですよ。めっちゃ美味しくって、それを、なんかあんま何も気にせずに、めっちゃ美味しかったんですよって言ったら、売り切れまして、サイトで。で、私、ほんまにそんなこと考えてなくて、待ってって思って、パーって冷蔵庫、自分家の冷蔵庫見たら、もう自分家のこんなんしかなくて、おいおい、マジかと思って。そう。そうなんです。そう。でもね、美味しいよ。うん。美味しい。ぜひね、食べてください。そう。で、あとね、私そのおすすめのご飯のお供を紹介したんですが、私パンもめっちゃ好きで、私のことを長く知ってくれているファンの子であれば知ってると思うんですけど、私もともとパン屋さんになりたかったっていうね、夢もありまして、ちょっとまだ諦めてないっていうね。ちょっと、こんにちは。こんにちは、つって。そう。今びっくりしちゃった、今。めっちゃ見てたで。ここもトーンの人。びっくりせん。ほんまにびっくりしちゃう。ここ人通らへんと思った。ここもう海やと思っててんけど、すぐそこ。マジびっくり。いや、全然。でもさ、すぐ海やと思ってたからびっくりしちゃった。じゃあ、ちょっと待って。私ね、パンが好きで。で、一番好きなパンはですね、もう一番有名じゃない？この世の中のパンで。アンパンマンがね、大好きなんですよね。
ということで、来週はキス FM 神戸の近くにあるね、神戸アンパンマン子供ミュージアム&モールへ、初めて行ってきます。ほんまに、兵庫県に住んでてやり残したことというか、これかもってぐらい、アンパンマンミュージアム行ってみたくて、その模様をこの PM500 でお届けします。そんなわけで、今日もたくさんメッセージありがとうございます。愛知県うずみょん、栃木県ジバくん、姫路市ユーリンゴリラ、もう一人姫路市ダッチ。ありがとうございます。ではここで一曲。私の新しいアルバム、瞳落ち量レコードから、どれにしよっかな。じゃあ、神秘の領域へ。通じて兵庫の観光やイベントなど旬な情報をリアルタイムにお届けする兵庫いい県民制度を実施しています。兵庫県にお住まいの方はもちろん、兵庫県に関心をお持ちの皆様であれば、どなたでも兵庫いい県民にご登録いただくことができます。
詳しくは兵庫いい県民で検索いただき、ぜひアプリをダウンロードしてみてくださいね。兵庫いい県民プレゼンツ、あいみょんの PM500 夢めたクジラのお腹の中で、最後にプレゼントのお知らせです。兵庫いい県民プレゼンツ、あいみょんの PM500 夢めたクジラのお腹の中で、オリジナルステッカーを毎週5名の方にプレゼントします。プレゼントのご応募はキス FM 神戸のホームページ kiss-fm.co.jp 番組名キスミュージックプレゼンターフライデーの中にあるあいみょんの PM500 を選択して送ってください。当選者の発表は今日のキスミュージックプレゼンターフライデーのエンディングで行います。川田和樹さん、再びよろしくお願いします。それではそろそろお別れの時間です。ではまた来週、サウンドクルーあいみょんでした。バイバイ。兵庫いい県民プレゼンツ、あいみょんの PM500 夢見たクジラのお腹の中で。